追いついた。ベース踏んでダブルプレーを取りました。ここはショートの村林いい判断でした。ショートがよく追いついた。一塁はいいプレーが出ました。センターに抜けることあたり、よく追いついたし、その後のね、送球も良かったですね。そうですね。右中間に上がった打球はセンターが下がってジャンプ取ったが取っています。今よく取りました。取りましたね。スーパーキャッチですね。今下がりながら、はい、フェンスにぶつかりながらセンターに抜けない。セカンド落ちる。一塁ワンバウンド。間に合いました。ワンアウトです。ここはセカンドゴンザレスがいいプレーです。よく落ち着いて、そして一塁の送球も正確でした。7番キャッチャー安田優真。位置的にはこうショートが取ってもおかしくないような感じですね。これはショートオーバー。一塁ランナーは二塁を取って三塁へ。ここは三塁を狙った投球でしたけれども、タッチアウトになりました。いい中継プレーです。ショート深いところ、ここで取ります。一塁は間に合いました。いや、あの位置で取って、いいファーストランナー、ダブルプレーです。今度は頓宮がナイスキャッチからいい判断でした。タッチに行かなかった。あ、まあそうですね、はい、ショートがこの位置で取って一塁はセーフです。ここは浅村の足の方が早くセーフになりました。かなり深いところでショートの紅林も取りました。中島監督はベンチに腰をかけたままです。ツーアウトからまたランナーが出ました。そして石井監督が代走を送ります。ご覧いただきます。センターへ、センターへ、打球はセンター追いついた。センターの岸が追いついています。いやー、捉えたかに思えたセンター後方への打球、スライダーで打ち取ったか。サード安田、足の速い岸、一塁は間一髪、スリーアウト。西野がこの2回も3人で抑えています。センターへ、センター、藤原藤原ファインプレー、スリーアウト。打球が左中間方向へ切れていくところ、俊足の藤原恭太よく追いついています。俊足を生かしました。守備範囲の広い藤原恭太よく掴みました。5回、打球はレフトへ、レフトへ、ポランコ下がる、下がる、どうだ、ポランコ追いついた。スリーアウト。アキノンの打球はレフト後方へのフライで、三塁へ投げる、アウト。三塁ランナータッチアウト。キャッチャー田村からの送球、ピック、引っ張った、サードライナー、サードライナー、ツーアウト。田村の打球はサードライナーでした。サード山野辺、初球三遊間より源田遠投、一塁アウト。ここは源田のプレー、三遊間深いところ、さすがですね。そこはダメだ。おセンターへ、センターへ、どうだ、フェンスの手前、追いついた、岸
が取った。センターの岸が取りました。ポランコの打球、いやいや、橋川さん、いかがですか。いや開幕の時からずっとですからね、はい、ファースト抜けようかという当たりですが取りました。野村が取って自らベースを踏みました。ここもしっかりと捉えた打球でした。まあね、正面はつきましたけどね、はい、ワンゲンドマンです。今宮取った、一塁へ、ファインプレイ、よく止めました。まあ、かなりね打球早かったんですけどね、はい、前進守備ですからボールの速さは一層だったと思いますが、止めてこの体勢から起き上がっていく。今日のゲームで初めて失点がありました。ピッチャー返し、武田取った、一塁へ送ります。なんとかその後のピンチはしのぎました。打って、あーっと三塁線抜けた、飛び込んでいった栗原のグラブの先、万波二塁、どうだ、アウトになった。柳町の好返球ありました。